クルシェイバツは、セルビア中央部ラシナ軍の都市、それを中心とした基礎自治体である。2002年の国勢調査による人口は、基礎自治体全体で133,732人、市外では75,256人で、ラシナ軍の行政的な中心地でもある。基礎自治体は、クルシェイバツを含め101の地区で構成されている。クルシェイバツは1371年。 セルビア公、ラザル・フレベラノビチの公国の首都として成立し、1387年に、初めて地名が言及されている。ラザルは1389年、コスボの戦いで、オスマン帝国に抵抗するため兵を集めている。クルシェバツで有名な教会であるラザリツァは1376年に、ラザルの息子であるステファン・ラザル・フレベラノビチが、誕生した後に建てられた。 1393年に息子は公に指名されている。1427年からはオスマン帝国に支配されるようになり、トルコ名であるアラジャヒサールの名が与えられた。その後、オスマン帝国の支配は1688年から1690年と1717 17年から1739年のオーストリア支配時を除いて、 セルビア公国が成立する1833年まで、続き名目上の支配は1867年まで続いた。20世紀に入ると、オスマン支配時の遺物の一部は取り払われている。第一次世界大戦後は、オーストリア・ハンガリー帝国やブルガリアとの戦い後、1918年9月11日に解放された。百四十一年四月六日には、 ナチスドイツがユーゴスラビアに侵攻し、ドイツ国防軍により空爆が行われ、4月13日には占領されている。3年後の1944年10月14日にパルチザンにより解放される。ありがとうございます。